東京都立八国山緑地は東京都東村山市にある緑地であり、都立公園となっている。狭山川丘稜の東端に位置し、北側を埼玉県所沢市に接する東西に細長い緑地。東西約1 5トル、南北約3 0 0ルほどにわたって広がる。南側には西武鉄道西武沿線が通っている。園内には 標高89.4メートルの八国山がある。この八国山は、かつて、上野、下野、日立、安房、相模、駿河、品野、甲斐の八つの国を望むことができたことに由来する。八国山は、新田義貞が、久米川の戦いの際に陣を張ったとされる場所であり、これにちなんで、尾根の東部にある塚には、将軍塚と書かれた石碑が建てられているが、 元となった塚は藤塚、あるいは古代の古墳と言われている。都県境を挟み、東京都側は緑地であるが、埼玉県側は住宅地となっている。かつて付近は、律令時代の感動である東山道武蔵路が、通っていたとされ、将軍塚の付近の宿地形から溝、または、霧通し跡と考えられる遺構と8世紀頃のものと思われる、末期なども発見されている。 園内は、武蔵野の面影を残しており、クヌギやコナラなどの雑木林や、原っぱとなっている。雑木林の中を散策したり、生息する野鳥や昆虫を観察したりすることができる。西武鉄道西武沿線を挟んだ南側に2009年5月2日、東村山市立の展示、体験学習施設、八国山田、意見の里が開館した。アニメ映画、 隣のトトロに登場する七国山のモデルである。また、主人公のサツキと名の母が入院している七国山病院のモデルとなった新山手病院は敷地内に位置する。ありがとうございます。